はい、では、はい、では始めていきたいと思います。6つの国を取って、そして、罰があったんですよね。鉄砲ですね。鉄砲使っちゃいけない。はい。おう。今回やたら敵の戦が、コンピューターの戦が激しいんですよね。芦田まで行っちゃった。みんな芦田さん切られちゃった。ちょっと、どこまで行くんだろうな。武田がもうひどい。あと回し、そうですね。2月が確か免除だったので、3月から、また振っていくと。やたら戦が多いんだけど、里見さんがまだ生きてますね。なんだこれは。そうですね。茶器回しはやったっけかな。やってますね。まあちょっと80代の武将、まあちょっと気になるんだけど、まあ。川さんのところ攻めたいんですけどね、見れないんだよな。おう、帰ってくると思わなかった。いるな結構いるな。武田と佐竹、ただその佐竹のどこ、北条の、これで福島がちょっと福島のところの兵数が手薄になったから、上杉か伊達が攻めたりしないかな、するかな、どうかな。はい、ルーレット行きましょう。これですね、一応おさらい しておいた方がいいですよね。何もなしが半分当たり、これ来月のルーレット免除でね、1のルーレットの効果が2倍、国を1つ失う1つ引くと、戦闘力が一番高い武将を1人解雇、政治力の一番高い武将を1人解雇、そして鉄砲禁止、馬切り、鉄砲はまあ禁止なので、鉄砲禁止が出てもあまり変わりはないと。あと、まあ、こんだけありましたね。鉄鋼戦禁止。戦闘力が一番高い武将の合戦禁止。内政で3人行動。まあ、どこの国でもいいので、内政3回やれと。3人やれと。3人分と。まあ、これは鉄鋼戦やってるので、そこでやればいいと。で、無駄に1回築城も、無駄に金山掘る。まあ、無駄ではないんですけど。いきます。びっくりした、何もなし、よし、びっくりした国があった、国を失うのちょっと危なかった今、びっくりしたな。
まあ半分がね、半分が別に何もないので、でさらに3割ぐらい、その罰の中でも3割ぐらいがそんなに痛くもない、半分ぐらいかな、半分は痛くないか、半分は痛くないので、まあ、痛い罰というのは2割5分ぐらいですかね。でも1回ぐらい当たってもいい確率ではあると思うんですけど、まあ運よく当たっていないというとこですかね。本当に別に当たってないんですよね。1回ぐらい当たるのはそろそろ来るだろうと思ってはいるんですけどね、来ませんね。で個人的にはいいんでしょうけどね。ただまあ動画的にこれどうなのっていうような風になってくると、ちょっとね、ぬるいよなと、ぬるいなと思ってやってます。ただ仕方がないよなという風にも思ってますね。しょうがない。ルーレットまた変わるので、国の数が増えて、そうですね、10になったらまた変えるでしょうし、20になったらまた違う、さらにパワーアップしたのに変わるでしょうしね。一応そういうのはあるので、まあ仕方ない。いや、今回はまあ仕方ないかな。正直国失ったり、その何ですか、政治とか戦闘力が一番高い武将を失うのはもう一発でも出たらちょっときつい、きついというか大ダメージですよね、やっぱりね。正直今鍋島さん戦闘力、政治力80超えてる、その薩摩にいる武将が今クビになったらきつい、正直きついんですよね。薩摩で鉄鋼線作ってるので、もうルーレットが早い、もう来ますよ。山氏はいいよ。はい、いやー米安いな。これか、これですね。はい、いきます。いやーやだ。あ、やだやだやだ、うわー、あー、びっくりした。びっくりした。武将解雇するのもかと思った。いやー、びっくりした。はい、大丈夫です。あんまり痛くないな、罰が。やっぱ痛くないな。あえて変えなかったんですよ、罰の内容。そろそろ痛い思いする目が出るかなと思って変えなかったんですけどね。痛くないな、仕方ない。10以上になったらちょっとパワーアップさせますんで。ちょっとそれにしてもやることがちょっとない。まあそうですね、罰に備えていろいろ蓄えておいているという意味合いもあるかな、今。
そうですね、だから罰のこと考えて、例えば複数国を失うとかそういうのあるんですよ。今頑張っても一つしか国を失わない状況ですけど、ってこと考えると、なんかなんて言うんでしょうかね、攻め方ももうちょっとなんか動画的な攻め方というか、例えばその四国一気に全部取るとかじゃなくて、ちょっと四国の上の方だけちょっと、取るように一直線にこう伊予行ってとかな、でそのまんま摂津乗り込んで山城行ってとか、安全な国を増やしていくんじゃなくて、危険な一直線に一気に東に行っちゃうっていう、そういう攻め方で行った方がルーレット的にはいいのかなと。九州みたいに九州こうやって埋めちゃったら、この攻められない安全な国っていうのはね、もうできちゃってますから、こんな中ね、2個3個ってね、失ったってそんなに痛くないんじゃないんですよね。ただ攻めなきゃいけない時間が増えるだけで、ちょっといろいろ考えなきゃいけないことがありますね。改良の余地がある、いろんな意味、いろんなことに関して。まあ逆に言えば伸びしろがそれだけあるということにもなるので、まあなんかいい方向に行けばいいですね。攻めたいんですけどね。兵が高いんです。兵が高すぎます。米は変動してていいんだけど、兵がちょっとな。無駄につき1ルーレット回している感じですね。今んとこ痛くないけど、そのうち来るんでしょうね。じわじわと。さあ、はい。大兵の相場高いんだよな。行きます。やめてよ。変なとこやめてよ。無駄に。金山っすか。はい。あ、なんだ。上杉攻めたらいいのにな、どっか。徳川の援軍を送ってる場合じゃなくてさ。はい、金山。はい。はい、掘りました。あんまり増えないので、そんなにいらないです。あれ?元就がまだ生きている。あれ?おかしいな。71年に亡くなっ、だ、うん、普通は亡くなってるの。亡くならないとおかしいんだけど。おかしいな。
73年まで来てるのは珍しいですね。ちょっと1回くらい攻めたいんだけどな。攻めないまま終わりそうだな。まあ、ちょっと攻めなかったらすいません。攻めたかったんだけどできないってことで。あららら、上杉がかわいそう。とにかくかわいそうですね。織田領地がな、うわー、なんじゃそりゃ。あ、ルーレット行きます。面白くないな。何もなしでしょ。面白くないな。なんだってなんだ。なんだ。なんでそんな面白くないんだ。いやー、なんだわ。なんでそんなことになる。捕まってもいいで行きます。もうちょっと動きがないのも嫌なので行きます。いやー、なんだろうな。変なとこで運使わなくていいんですよね。攻めちゃったので、ちょっとかかりますね。25分ぐらいまでかかると思います。で、多分負けると思います。こっちが船なので、で、向こう、その大将、向こうの大将は、防御力の高い自分の陣地にいるので、ちょっとね、防御力の差で多分負けるでしょう。普通に考えると80後半から90ぐらいの兵数で多分行くとは思うんだけど、勝てる気がしないんだよな。微妙ですね。ちょっと分かんない。行ってみないと分かんない。分かんないですね。清水さんが逃げると。はい、これ逃げると。はい、河野さん捕まりそうだね。92残る。
で相手52、40あってもちょっとわからないな。戦闘力はこっち79でしたっけ、小早川71ぐらいですけどね。勝てるかな。引くか、引いて引く作戦にするかな。そしたら勝てるかもしれない。78の43、73の、痛いな。すいません、ちょっとガサガサすいません。ガサガサしちゃってすいません。差が縮まってきている。ただ倍はキープしている。ただ差は縮まっている。54の29。49の、痛いな。あ、大丈夫かな。逃げるかな。もう大丈夫、あ、大丈夫。よし。7ですね。あ、危ない。あと3。3したらルーレット変えましょうね。時間が来たのでここで終了とさせていただきます。今回も配信者的に当たりは引いてませんでしたね。きつい罰ゲームではまだ引けておりません。まあそのうち引けると思うので。いや、なんか違うな。引かない方が、いや、うん、動画的には引いた方がいいんですよね。はい、ということで、まあ、いけるように頑張ります。ご視聴ありがとうございました。